何してん、何してん、どうしたの。いや、氷を、あ、ダメだよ、先端は箱氷しちゃう、箱氷しちゃう。いやいや、そっちより包丁の方が大事だよ。箱掘りしちゃう、箱掘りしちゃう。はい、やべえ、箱。あえあえ、こぼれた。一番いい包丁の先端がこぼれてる。マジ。え、ほんとじゃん。うわやべやべ、気候に走る、気候に走る、大丈夫かな。え、じゃあそこに残ってるってこと。食べるのに。いやいやいや、ハサミだったらいいよ。はい、ハサミ、うん、南包丁壊した。うわぁ、先端はこぼれ。うわぁ、一番ダメじゃん。え、何で氷にガンガンガンやって壊してないよ。めっちゃバカじゃん。マジ壊した。持ってこなかったら。そうなんだよ。諦めて、これはやばいって。しかもさ、私のコップでそんな氷。うわし。あ、じゃあまたダブルで。気持ち悪いな、これ。隣にいたらバーで。それストレートですよっていう。ウイスキーロックをこれで。ニートとイソロード高崎の関係性を紹介しよう。改めて紹介とかしたことないから。したことないの。関係性？誰としもちゃんが付き合ってるのとか。あ、それはね、結構バカかも。毎回出してるからね。ここが付き合ってんだよね。うん。で？俺と野尻は高校の友達なの。まあそう。ちょっとやりづらいな。で？笑いなしでとにかく情報を淡々と言っていくもん。あ、そうした方がいいかもな。うん。しもちゃんは野尻さんの中学の中学の同級生。そうそう。そもそもこの家は俺と野尻ともう一人高校の同級生の3人のルームシェア。そう、もともとアナンっていうやついて、アナン、野尻、高崎の校門付近ハウスやったんですよ。俺に校門の要素ねえだろ。で、僕が、吉本の養成所 NSC に行き出します。で、こいつとこいつと出会います。はい。で、こいつが居候を始めます。はい。もうか。で、そこから5、6年経ちまして、木島が密着者として、この家を密着しだして、こいつが完全に居候、そこからずっとですね。はい。で、この3人の、生活がしっかり始まりましたという流れですね。はい。年齢は？年齢は、29、26、30、高崎と一緒、30、29。なんかそんなに気になる人がいんの？でも来たことない DM とかで。うん、めっちゃある。気持ちない。これ俺はないかも。俺もない。え、まあでもよかった、しもちゃんがあって。劣勢になりそうだった、変に。あと周りもっといろんな子、遊びに来る子たちのみんなの関係性どんな。なるほどね。どういうつながりですかみたいな。親指入れてんじゃん。うん、汚くないからな、俺の親指。あ、俺の親指は汚くないし。あ、聞こえてるよ、大丈夫。あ、いや、紹介。視聴者ね。はい、紹介。負傷者って言いました。負傷者ね。負傷者で。高崎の職業が、あ、その職業、ゴミあさり、ゴミ拾い。あ、ゴミじゃない。プライド関係じゃない。ゴミあさりが嫌いなやつ。ゴミ拾いが嫌いなやつ。うん、プライドじゃない。うん。映像制作など、いろいろデザインとかやってます。元美容師。美容師になったことないんだけどね、俺は。免許は持ってる。そうか。え、免許持ってんの？免許持ってるよ。あ、そうなの。国家資格は持ってる。え、そうなんだ。知らんかった。知らんかった。さすがに俺免許持ってるやつに紙切り頼まないわ。そうなの。うん。まあでも正直免許持ってないやつでもこれはできると思うよ。え、悪口？いや悪口でもないんだけど、ちょっとまずいけど。謙虚ぶっただけやんな。謙虚ぶって謙虚でいいんじゃね？うん。なんでその少年先から。で、こいつは今何やってる人？ハングリー。ハングリー。うん。お腹すいた人。うん。今のね、今教えてくれる。お腹すいたって親指汚くない人。うん、今のところね、情報は。うん、南、何件目？二桁は行ってないぐらいかな。8とか。うん。すごいな。でも、ほぼここか、オフローズハウスだろ。同期の。
いやでもリボルバーヘッドの家も、あそこ、リボルバーヘッドの家も行ってんのか。三上の家も、ああそうか、大村の家とかね。ああそう言ってんの。大村くん上京してきてから家借りたことないんだもんね。一回借りれたことあります。あ、借りたことあるんだ。はい、土足 OK の家に。土足 OK で、その家に唯一来たことあるのが高崎っていう。あ、そうなの。で、ゴキビリ歩いてた。二足でな。うん。俺らが、あの背中こうやってやったら二足でゴキビリ歩いてた。マジ。うん。で、そこで、あのコンビを結成するという。へえー、あ、そうなんだ。それ知らなかった。あの家ってなんで出たん。鍵ない家だよね。鍵ない家。鍵、うん、家賃払ったことなくて、追い出された。そりゃそうだ。そりゃそう。家具がね、家具が、その、家具家ですか。いや、家具って言ってたかも。うん、牛がって。牛がね。まあ、牛はいなかったんだけど、うん、こんな、いらないけどな。牛は家にいなかったんだけど、これくらいの段ボールをテーブルにしてて、で、あと、ピルクル1リットルのやつしかなかったの、毎日。冷蔵庫なしで。あ、散らかってるわけじゃないの。散らかってはない。散らかってないのにゴキブリ歩いてた。うん。やばい。むっちゃ目立つじゃん。めっちゃゴミ屋敷想像してたもん。うん。なんかいっぱい散らかって。今の部屋みたいな。いや、その頃はだからさ、贈り物がないから、でもゴキブリは誕生させれるっていう。創造主。神様。ゴキブリんちに南が住んでる感じに感じたけどね。あ、まあそうね。うん、ゴキブリの方が払うもん払ってそうやったの。野獣さんはニートス。俺はもうニットだね。ニットってなんですか。ニートだよ。あったかいな。もっと冷たいでしょ。はい、うん、ニートです。いや、俺実はね、意外と温かい人間なのよ。あ、そうなんですか。うん、なんか言ってない。え、どの辺がそんなことないですか。意外とさっぱりしてますよ。冷たくない。冷たい。引いてみる感じだから第三者ですって感じ。自覚なし。まあでもこの動画上がる頃までは、付き合ってました。なんか言いたいことありますか。これ聞いて視聴者が代弁して木島くん。あ、俺ですか。はい、敬語やめてください。なんだろうね。あ、天才。ん、天才っす、自分。何の天才なんですか。何の天才やろ。少なくとも格闘技ではないじゃないですか。その引き算をやめて。うん、引き算だとめっちゃ出てくる。やばい、膨大や。それを見つける才能はなかったので、それをこれから探す。ずいぶんアバウトです。まあまあ、盆栽からしたらわかんないよな。孤独孤独、いつだって。いつだって大丈夫。この世界はダンスホール。信じてくれ、天才なんだよ。言えないとダメだよ、天才は。まずいよ、ここを見合った方がいいって。いや、特にないっすよ、正直。今さら、僕は今さら感強いか。はい、木島の身長俺と一緒。え、そうなの。え、174なんで。そう、2人一緒なの、身長。そうそうそう。あ、そうなの。見えな、木島が意外と小さい。ああ、え、それのじりも思うんだ。いや、もう大きいと思ってたけど。いや、なんかもうちょっと、まあ、巨大に見えるよね。うん、さすがに木島の方が高いかなと思ったけど。俺はほんと、ほぼ身長体重、ママタルト、日原さんと一緒。いや、そのママタルト、大鶴肥満じゃない方で例えたね。普通大鶴肥満で例えた。どの方だ。存じ上げないの。僕がもっと細ければの方に。日原さんよりなんか大きく見えるね。あ、そうなんだ。まあ、肥満さんが隣にいないから。あ、なるほどね。田崎、他にどんな DM 来んの。企画、これやってください。やんねえよってなった企画ある。南の部屋のもん、あのベランダからぶん投げるのどうですかとかは全部仕方してる。あ、ちゃんと来るんだよ。いや、全然違うね、やっぱ。そういうなんかちょっと面白くないやつも来る。ありがとうございました、わざわざ。敬語やめてください。なんでですか。バカにしてるように感じる。バレたか。はい、バレたか、これ。興味ないからね。記事はなんか最後に自分の自己紹介一個言ってもらって、これも使ってください。自己紹介ですか。はい。前腕の筋肉が発達してます。前腕をチラリと、うん、いい。でフルパワーの前腕をグッて。初めて飛んだ時のアンパンマンの姿勢。自信なさそうです。まあまあ、盆栽からしたらわかんないよな。孤独孤独、いつだって。
いつだって大丈夫。この世界はダンスホール。信じてくれ、天才なんだよ。余裕ないとダメだよ、天才は。まずいよ。ここ見ます。